し礼拝への招きの言葉。本日はヨハネによる福音書11章の25節から26節をお読みいたします。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。以上です。ご視聴なる方はそのままで結構です。お立ちいただきまして新聖歌38番を賛美いたしましょう。そのままで主の祈りを捧げましょう。主の祈りは、周報の裏側または前方のスクリーンにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を甘えさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。おかけください。続いてご一緒に新聖歌140番を賛美いたしましょう。
続いて購読をいたします。本日は購読文36、新聖歌の958ページでございます。下の段、詩編第116編というところでございます。司会者が細い字を読みいたしますので、皆様方は太い字またはスクリーンのアンダーラインの箇所をお読みください。それではお読みいたします。購読文36、詩編第116編。私は主を愛する。主は嘆きに祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。主を愛する。私は主を呼ぼう。死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして、主の皆を私は呼ぶ。どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。哀れな人を守ってくださる主は、我が身かけた私を救ってくださる。私の魂よ、再び安らぐがよい。主はお前に報いてくださる。あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を強くそうとする者から助け出してくださった。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。私は死にいる、激しい苦しみに襲われているという時も、主は私に報いてくださった。私はどのように答えようか。水の杯をあげて主の御名を呼び、満願の捧げ物を主に捧げよう。主の民すべての見守る前で、主の慈しみに生きる人の死は主の目に値が高い。どうか主よ、私の名前を解いてください。私はあなたのしもべ、私はあなたのしもべ、母もあなたに仕えるもの。あなたに感謝の生贄を捧げよう。主の皆を呼び、主に満願の捧げ物を捧げよう。主の神すべての見守る前で。続きまして今朝の祈祷を月の初めですので、司会者がお祈りさせていただきます。お祈りいたします。在天の父なる神様、主の御名を賛美いたします。10月最初の日曜日の、主日礼拝をこうして多くの愛する兄弟と共に教会に集い、賛美し祈ることのできる喜びを感謝いたします。また諸事情や病の中にあり、この礼拝に集えない兄弟姉妹のことも覚えます。その場所がそれぞれの礼拝する場所であって、神様を賛美することができるようにお願いいたします。特に苦しみや病の中にいる兄弟姉妹に特別の癒しと慰めと祝福がありますようにお願いいたします。先週1週間の歩みを終え、それぞれが持ち場立場において喜び苦しみや悲しみを経験したかもしれません。聖書の御言葉に、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないような試練に合わせるようなことはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいますとあります。ですから苦しみや悲しみ等の試練の中にあっても、いつも神様はそばにいてくださり、私たち一人一人に多くの祝福や恵みや癒しを与えてくださることに感謝いたします。私たちは神様に祈る喜びを与えられております。そのことを常に思い、今週1週間も歩むことができますようにお願いいたします。これからあなたの御言葉を語ってくださる江上牧師を聖霊で満たし、大胆に語ることができますようにお願いいたします。また聞く私たち一人一人の耳を傾け、心を開いて御言葉を受け入れることができますようにお願いいたします。この小さき祈り、皆の祈りと合わせ、主イエスキリストの皆を通してお捧げいたします。アーメン。続きまして、使徒信条をもって信仰告白をいたします。使徒信条も周報の裏側または前方のスクリーンにございます。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を
我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢くより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続いてご一緒に新聖歌123番を賛美いたしましょう。聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙6章の23節でございます。新約聖書の282ページ上の段の23節でございます。それではお読みいたします。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。以上でございます。本日の説教は最も恐れているものからの救いと題しまして、江上先生より御言葉を語っていただきます。皆さんおはようございます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から主を賛美いたします。過ぎました1週間、また過ぎましたこの9月の月も、あなたの守りと支えの中で過ごしてまいりました。あなたの恵みを心から感謝いたします。またこの週、あるいはこの9月に苦しいことや悲しいことや痛いこと、どうしようもないことを経験なさった方々がおられますけれども、その方々の上にはより深いイエス様の強い眼差しと
強いお支えと限りない守りと導きがそこにあったことを信じて、あなたの皆を崇めます。10月の1日、この10月の月の最初の日をあなたを礼拝することから始めることのできる恵みを本当にありがとうございます。こうして第二礼拝を通して愛する兄弟姉妹と共に心を合わせ、心を一つにし、心を注ぎ出して、私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。あなたは私たちの肉眼の目を持って見ることはできませんけれども、あなたは確かにこのところにおられ、礼拝を本当に、司り、ご自身の権威を持って礼拝を始めから終わりまで豊かに祝福して導いてくださることを信じます。あなたは共におられます。どうぞ今一人一人に御手をつけて、あなたの恵みで満たしてください。病んでいる者の上にはあなたの癒しの御業が速やかになされますように。落ち込んでいる者、悲しんでいる者にはイエス・キリストを通して与えられる喜びと希望が御言葉とご聖霊によって与えられますように、どうぞ導き助けてください。語る者、本当に弱き者、小さき者ですから、イエス様、あなたの恵みの十字架の陰にこの者を全く隠してください。そして聖霊なる神様が開かれた御言葉を通して一人一人に神の御心、神のお言葉をお語りくださいますように。聞く一人一人も主から信仰が与えられ、霊の目が豊かに開かれて、その御言葉に立って、またその御言葉を受け取り、力強くこの一週間も主と共に歩ませてくださるように。一切をお御手に委ね、主にのみ期待してこの祈り、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。10月の第1主日、第2礼拝ですね。こうして皆さんと共に捧げることのできる恵みを感謝します。1日、この10月を礼拝から始められるっていいですね。じゃあ他の月はということなんですけども、他の月もデボーション、皆さんのそれぞれのデボーションを通してその1日を礼拝をもって始めることができるということだと思いますけれども、こうして愛する兄弟姉妹と共に集められて礼拝をもってこの月を始められるということは本当に感謝なことだと思います。9月の月も守ってくださった主、困難や戦いを経験された方々の上にも変わらない主の愛と恵みが注がれていたことを思います。10月になりましてですね、あのネクタイを久しぶりにですね、苦しい今日は暑いんですよで、またこれ生産式であれ着るかいう、あのもしかしたら脱がしていただくかもしれません、すいませんけれども、あの秋らしくなってまいりましたね。朝というかね、本当に日本は四季というのがありましてね、皆さん知ってますけどね、あの四季があって、本当にこの春夏秋冬のこの秋、私は先週山中湖の別荘というところで、カリキュラム委員会希望誌の編集委員会をしていたんですけども、10度、朝9度みたいな、そういうところでした。本当に紅葉がなされてですね、神様の自然を思います。私たちはこういう四季の季節を感じる、見る、そういうところにこう置かれているっていうことは本当に感謝なことだなというふうに思うんです今日は今読んでいただきましたローマの信徒手紙の6章の23節、大変有名な聖書の箇所です。もし皆さんの自分の聖書に赤線が引いていないとするならば、ぜひ赤線か青線か緑か分かりませんか、好きな色を引いてくださった、まあ、聖書に線を引かないという人はここは本当に大切だということが分かる何かお印があったらいいかなって思います。最も恐れているものからの救いと題してお話をしたいと思います。先週85歳の生涯を終えて手に召された船越兄弟の葬儀を水曜日に行いました。85歳、長生きというのか早いというのか人によって様々ですけれども、聖書には人生の年月は70年ほどのものです、健やかな人が80年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎませんって聖書はそう言っています。70年健やかで80年、もうそれ以上の人は聖書以上
生きていると言えるかどうか分かりませんけれども、そういうことを聖書は示しています。まあ、阿波大教会でもう亡くなりましたけれども、阿波大教会で最高齢であったというのは桜井姉妹ですね。100歳を超えて、あと100歳を超えてる人はまだいない、90代がいらっしゃると思いますけどね。世界の最高齢は1997年122歳164日で亡くなったフランス人の女性でした。女性です、やっぱりしぶとい、あんなことないですけども、長生きですね。日本人としての最高齢は2015年の4月1日に亡くなられた大川美佐代さんという方で117歳。この117歳の時ですね、もうお亡くなりになったんですが、117歳を迎えた大川美佐代さんに、117歳まで生きてきて、そして人生を振り返っていかがでしたかって質問した人がいました。その時に大川美佐代さんはこう答えました。あっという間でした、早かった117歳でって思うんですけれども、本当に117年生きてもあっという間だったっていうのが正直な感想だということです。人生80年を考えると、睡眠や食事やトイレや学校の勉強や会社での仕事、通学や通勤、まあ何年ってあるんですが、もうややこしいので合わせてだいたい45年になるそうです。それを合わせるとね、あと35年、物心はついて自分で考えて自分で判断して自分で行動するまでにはやっぱり5年から10年かかる。ですから本当に自分のやりたいことっていうか自由にできる時間っていうのは30年未満なんですね。80年生きたとしても仕事やこうしなければ決められた時間以外のものは30年しかないんだっていうわけです。ですから80年の生涯、船越兄弟も85年と言いますけれども、90年と言いますけれども、人生って案外私たちが思っているよりも早いっていうのが現実です。私たちの人生はやり直しが効きません。もう今回の私の人生ちょっとあまり良くなかったから、今度生まれ変わったらいい人生を送ろう、無理です。人生は一度きりなんです。一度しかないんです。私たちはそれぞれに命が与えられて、まあ、生まれてきました。私たちは一体何のために生まれてきたのか、私の使命は何なのかってお考えになったことがあるでしょうか。私たちに命を与えたのは天地宇宙を創造された神様です。神様が私たちに命を与えてくださって、そして誕生させ、そして私たちそれぞれの人生を私たちに委ねられたんです、ね、それぞれに、ね、もう神様の言われている通りにこうカチカチこうするということでなくて自由に生かされているわけです。じゃあ私たちを作られて私たちをこうして生かしておられる神様は私やあなたに一体何を期待しておられるんでしょうか。どのように生きることを期待している、勝手に自由にやっていいよっていうことなんでしょうか。私たちの人生は一度きりの人生です。そしてこの一度しかない人生になくてはならない大切なことは何かっていうのを聖書が語っているわけです。その一つは死に対する備えということです。もう70になってから80になってから死ぬ前になってから死の備えじゃないんですよ聖書は。もう若くったって、いや生まれてからもうすぐでもいいんだ、もう生まれたものは必ず死ぬんだと聖書は言うわけです。そして死の備えできていますかっていうことです。そして聖書は繰り返し繰り返し死の備え、いや死には解決があるということを私たちに語っているわけです。私たちこの世に生を受けた者は必ず死を迎えなければなりません。まあがんというのが死亡率のトップですよね。でがんが治るという薬ができたとしてもね、
もう一切交通事故も事故が起こらなくなったっていうことになったとしても、私たちは寿命が来れば必ず死を迎えなければなりません。どんなに病気が治る薬があったとしてもですよ、永遠に生きることなんてできないんです、肉体を持って。ですから聖書は死の備えをするんだということを言うわけです。死は私たちを愛する者から引き離します。愛する者の死は大きな痛みです。船越兄弟を手に送ったご家族の方は今本当に悲しみの中にあると思いますし、最近愛する者を失った方々はやはり愛する者との別離のゆえに悲しみと痛みの中にあるんですね。クリスチャンになったら愛する者と別れても平気ですよなんてことはありません。クリスチャンになろうが、ね、神を信じようが、愛する者の別れは悲しいんです、辛いんです、事実なんです。けれども聖書はこの死に対する解決、死に対する備え、死に対する勝利を示しているわけです。皆さんと一緒に先ほどのローマの 6-23 節をご一緒にお読みしましょう。23節、はい。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。有名な御言葉です。初めて聞いたというクリスチャンの人がいたら、ではないんですけど、これから覚えておいてくださったらと思います。前半には罪が支払う報酬は死です。嫌な言葉ですね。嫌な響きです。ここに罪という言葉が出てきます。まあ聖書を一度も読んだことのない人が聖書を読むとこの言葉によく出会いますね。また罪、あまた、あまたっていう罪ばっかり出てくる。聖書の中で的を外す、人間が神様の要求される意思から外れていることを意味する意味の罪というね意味、この罪を犯すという動詞は旧約聖書の中には241回、新約�聖書には43回、罪という名詞は旧約聖書には297回、新約聖書には173回出てきます。あとは罪の何とかという言葉だったらもっとたくさん出てくるということです。ですから聖書を読んで初めて読んで罪罪罪罪言うから、俺は罪人だねって、俺はそんな罪めかもんじゃねえって言って聖書を読まないで怒って教会から出ていくという人も一人ぐらいはいる。皆さんももしかしたらそういう経験をなさったかもしれません。多くの人々はこの罪という言葉を聞いて、罪という漢字を見て、やっぱりそれぞれにイメージすることって同じじゃないと思うんです、みんながね。それは罪の、まあ、標準というか罪の意義というものが、定義というものがそれぞれにあるからです。人間それぞれに考えるとね、多くの人はやっぱり法律、私は法律を犯していません、違反などしていません、だから私は罪人ではありませんという立場に立つ人が多いと思うんですね。もう私もスピード違反もしたし、スピード違反もしたし、スピード違反もしたしで3回スピード違反したことがある。牧師なのにみたいな。1回はね25キロ以上で免停7万円。いやあそこにね戻れたらね人踏みしなかったのにな、いうそういうことがあるんですけども、まあ聖書が言う罪っていうのはそういう法律の罪じゃないんですよ。私たちを創造された神様、魂の親である神様に背を向けること、神様から離れること、神様なんて必要ありませんって自分勝手に生きること、それを的外れという意味で罪っていうふうに言っているわけです。ある人がもう全身が痛いっていう病気になったそうです。私たちは歯が痛いだけでもね、なんか全身が痛くなるじゃないですか。一箇所だけでも辛いのにもう全身が痛いっていう大変なことですよ。だから病院に行きました。先生がじゃあ痛いところ押さえてくださいって、で頭を押さえ、ああ頭が痛い、ほっぺ、ああほっぺが痛い、ああ顎が痛いって、耳が痛いって、
胸を押して、ああ胸痛い、お腹を押して、ああお腹が痛い、お尻が痛い、太もも痛いって全部痛い、それは大変だということで精密検査をしましょう。で精密検査をしました。精密検査をするとその原因が分かりました。なんと人差し指の先が骨折してた。この骨折して痛い指で頭触るから、ああ頭痛い痛い、この痛い指でほっぺさ、ああ痛い痛い痛い、ああ痛い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 、全身が痛いって。まあ問題は全身にあったんではありませんね。問題はこの指先に問題がありました。でもこの指先が問題だということを問題にしないと全身が問題になったっていう。私たちの人生にとって最も大きな問題は、人それぞれが罪はどうかじゃなくて、神様が、ね、罪ということをどう言っておられるのか、法律とかそうじゃなくて、神様から離れていること、神様に背を向けていること、神様なんて私の人生に必要がないと言っていること、それが罪なんだよという、その罪を認めないということ。神様は聖書を通して全ての人は罪があるものだと、神ご自身が聖書を通して宣言しているので、私たちも、ああ私も罪あるものだと認めたいって思うんですね。でここで私たち、罪が支払う報酬は死って書いてありますけども、私たちの中で死なない人はいないんですね。罪が支払う報酬は死です。だから死を迎える人は罪人だということをこの聖書は語っているわけです。私たちが死ぬとするならば罪があるんだよ。で私たちっていうのはなかなかこう罪っていうのがピンとこないんですね、まあ、それぞれの罪 の、 あの考え方があるから。一つはやっぱり神様が見えたり、神様を意識すると罪というものが分かってくる。ペテロというね、十二弟子の一人がいますけれども、彼はそのイエス様の話を聞いて、イエス様がね昼間にね、大きい漕ぎ出して漁をしてみなさいって言った。え、こんな時間に漁をしても取れませんよ、でもあなたの言葉ですからって網を打つと、もうすごい魚が取れた時に、イエス様を今までただの人間だと思っていたけれども、あ、この人の言うことを聞いたらこんな大量だった、あ、この人は神様だと意識した途端どうなったかというと、恐れが来て彼はイエス様の前にひれ伏してこう言いました。罪人の私から離れてくださいって言ったんです。罪っていうのは神の前に立たない限り罪を意識しないんです。ああ神様だってペテロが思った瞬間、もうひれ伏して罪人の私から離れてください。でも神様見えない、それが問題だけれども、見える神様として来られたのがイエス様だと聖書は語っているわけです。罪が支払う報酬は死、新改訳聖書では罪から来る報酬は死です。罪から来る報酬、これは軍隊用語で、一生懸命仕事をした結果与えられるものっていうものです、ね、私たちは労働することによって与えられるもの、私人間がただ生きているだけで得る報酬は死ですよって聖書は語っているわけです。この罪がわからないと救われたいという思いが出てこないということです。痛みがないと病院に行かないように、病が進んでいても痛みがなかったら病院に行かないように、罪というもの、あ、私は罪人なんだって、あ、私にも罪あるんだって、そういう性質があるんだということを認めない限り、イエス・キリストを通して与える十字架と復活を通して与える救いを欲しいとは願わないけれども、聖書は神様が聖書を通して私たち全ての人は罪あるものですと言っておることに対して、いや、神がないというものは愚かなものだと言っているし、罪がないというものは偽りものだ、なぜなら神様が罪あるものだと言っているのに、神様が嘘つきだと言っていることになるということです。私たちは本当に正直に自分の心を見るときにね、黙ってたらね、すごいね、あの正しいようなね、
賢いようなね、私もそうなんですけど思うけど、喋り出したらしょうもないこと言うでしょ。喋るなって口やけど、喋るなって、喋らなかったらいい。もうずっと立って40分あ終わりますああ今日は良かったってあるかもしれないですけど、自分の心は自分しかわからないですけど、醜い心がありますよ。自分よりいいメッセージした牧師がいたらね、いいなと思うんだけどね、なんかカチンとくる、なんか嫌な心ってあるんですよ。で、年若かったら余計なんですわ。年いってる人だと、ああもう経験があるからな、けど年若いのにいいメッセージしたら、なんだこいつみたいな。合うでしょ、なんとなくね。そういう、まあ、それが熟成して殺したろうみたいな、除外してあげよう、それが人間の世界、罪の性質なんですね。だから私たちは自分が認めようが認めまいが罪の性質があるってことです。生まれた瞬間というか、ね、それが人間だ。だから罪が知らぼ死なんです。肉体の死だけじゃなくて、神様の愛から永遠に離されたもう、まあ表情地獄という表情でもあるし、神の愛の届かないところっていう、これ事実なんです。これ罪が支払う報酬は死ですで終わってたら大変ですよ皆さん。罪が支払う報酬は死です、騒ぎです、そうですかって。しかしがあるんですね。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命。前半と後半、前半ブラックですよね。けれどもしかし神様は罪ある私たちをそのままに放っておくんじゃなくて、何とか罪ある私たちを救いたい、裁きから救いたいと願って、このしかしなんです。そして私たちを救うためにイエス様を見える神様としてこの地上に送ってくださった。そしてその罪のないお方、清いお方、神であるお方があの十字架について、血をもう本当に最後の一滴まで流し、私の罪の身代わりに裁かれた。裁かれる必要のない人が私たちを救うために、罪ある私たちのために裁かれた。もう本当に十字架の痛みと叫びと苦しみ、それがなだめの供え物。6時間の間もう苦しみ、死なる神様から見捨てられ、ああ父よって言ったその死を見て、流された血を見て、許されないはずの私たちの罪を許しましたということなんです。テテレサイ、完了した。罪ある私たち、過去にどんなに罪を犯していたとしても、今どんなに罪を犯していたとしても、未来にどんなに罪を犯そうとしても、その全ての罪をキリストの十字架で流された血潮と裂かれた肉、命によってもう神の前に義とされた。考えられないですよ。それが私たちに、そしてこれを神様はみんな与えたい。それだけだって永遠の命ですよ。船越兄弟、この間ここで横たわってましたよ、死んで。船越兄弟言っても答えませんよ、息もしてませんよ、死んでるんです。それやがて私たち、私いつも葬儀しながら、いつかここやろな、いつかここやなと思ってもうそこはね、ただの、まあ、肉体から怒られますけど、 肉ですよ。魂は神のもとなんです。85年という尊い生涯を送って、肉体の生涯を終えました、それで終わりですって言うんじゃなくて、死んで裁かれて終わりですじゃなくて、永遠の命を賜物として与えるというのが聖書の言葉なんです。船越兄弟はイエス・キリストの十字架と復活を信じて、罪の許しと魂の救いと、そしてイエス様が復活されたように、そのことを信じて復活の望み、永遠の命をいただいて、彼は神の身元に行った。ゴールがもう見えていたわけです。病気で苦しんでいる時もね、年を取ってもう思いかない時も、もうゴールは見えてたんですよ。神の身元なんです。ゴールがはっきりしてたんです。しかし神の賜物は
私たちの主キリストイエスによる永遠の命、死んで終わりじゃない。今日最初のあの聖書の言葉ね、私は復活であり命である、私を信じる者はこう生きるって、いつまでも死なないって、肉体のままでやって、こう魂がこうね、私たちイエスキリストの復活された栄光体、そのように私たちも蘇らされるんだ。私アバダに来て17年になりますけど、もう随分たくさんの方天に来ましたよ。もう本当にね、お世話になった方たち、もう早く天国に話したいな、いう気持ちにもならんこともないね。あと5年したらね、あとあんなこと数えてもいいんですけど、あの10年したらね、あのもう30年したら半分かもしれない、いつか行くんですよ、ね、必ず。だから聖書は、私たちは罪人だから死なんですよ、滅び。でもイエス・キリストを通して私たちに永遠の命を与える。私たちはまだね、洗礼を受けなかった家族はどうなるんだって心配してるでしょ。聖書にね、あの夫と妻の関係でね、まだ神様を知らない夫はクリスチャンの妻によって清められているっていう言葉があるんですよ。すごいですよ、逆もあるんです。これどういう意味みたいな、そんないいのみたいなクリスチャンの私は清められて救われるけど、クリスチャンでない夫、一心同体、清められているって聖書言ってるんですよ。家族も一緒かな。神様のお心は全ての人を救い、全ての人を天国にという思いなんです。洗礼を受けたかどうかで判断するんじゃなくて、その人が本当にそこで一人になった時に、キリストをね、神様をね、一言でもアーメンと言ったのかわからないんですよ。でもその恵みに預かるんだ。だから心配する必要ないんです。神様は全てを一気にしてくださる方なので、不安よりも、もう全て神様においだねして安心して天国に行ったら、驚くような恵みがそこに待っているというのが神様の御業かなって思うんですね。神様はこのイエス様を通して与える罪の許しと魂の救い、永遠の命をもう全ての人に与えたい。もう全ても終わったんです。イエス様の十字架と復活は、あとはありがとうっていうだけですよ。感謝しますっていうだけですよ。ハッと心を開いたらスッと救いが入ってくるっていう、何にもすることない、頑張る必要もない、ありがとうございますですよね。あの強盗は、私を思い出してください、これで終わりですよ。楽やなみたいな、いや、じゃああの洗礼授けましょうかってやりましたか、あそこで。あ、じゃあ洗礼受けないとね、あの救われませんから、あのイエス様手動かへんから、どうしましょうか、そんな話乗ってです。憐れんでください、今日あなたは私と一緒にパラダイスですってイエス様言ったんです。それはイエスキリストの権威によってそう言ったんですよ。式じゃないんです。神様の愛っていうのは、神様の救いっていうのは、もう私たちが頭で考えるようなもっと深い広い大きなものである。だから心配することないんです。安心してあなたの人生を、心配することなくイエス様お任せします、これなんですよ。クリスチャンでない人も、クリスチャンの人もそうです。クリスチャンになっても辛いことあるじゃないですか、苦しいことあるじゃないですか。でも大丈夫、イエス様お任せしますって、任せなさい、フォローミー、ついていきなさいってイエス様言ってるんですから、ついていきましょうよ。心配することない、私はあなたと共にいる、世の終わりまで、そうおっしゃったイエス様がいつも私たちと共におられて、苦しみや悲しみを通しても、その苦しみや悲しみを通してでなければわからないものも教えてくださる。そのことを超えて神の驚くべき恵みを私たちは体験します。ですから今週もその愛なる、もうこう本性というか、もう性格は愛だって言っている神様が共におられて、この1週間、またこの月も変わらず導いてくださるイエス様と共に、イエス様に目を留めて、ね、歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、
神様は愛だからであると聖書は語っています。それは人間の思っているようなちっぽけな愛ではなくて、もう私たちが考えられないような、思いつかないような、もうただアメージングの、この本当に神様、恵みを私たちに与えてくださっていることを本当に感謝いたします。そのために清い神の子、罪のないお方、聖なるお方イエス様が私たちの罪の身代わりに裁かれ、苦しまれ、命を捧げてくださった、尊い血を最後の一滴まで流してくださった、その一点があるか、あるから私たちは救われました。どんなに私たちを救うためにイエス様が苦しまれたのか、痛まれたのか、そのことがあったゆえに私たちは神様の前に義とされ、裁かれることなく永遠の命を与えると約束してくださっていることを感謝いたします。どうか正直に、自分も罪があるものだと神様が聖書を通しそう言っていらっしゃるのですから、その通りですと認めて、そしてその罪から救ってくださるイエス様の十字架と復活をありがとうございます、感謝しますと受け入れることができるように、またその信仰を持っている者にはなお信仰生活の中に戦いや苦しみが確かにありますけれども、その苦しみを共に負ってくださるイエス様、その痛みを共に負ってくださる、またその苦しみを経験なさったイエス様は、その痛みを分かるよ、お前のその苦しみよく分かるよ、経験なさったイエス様だからこそ、人に裏切られたこの傷ついた心、一人寂しい思い、イエス様も見捨てられて本当に裏切られて、その私たちが経験する心の叫びを、痛みをイエス様は知っていてくださいますから、ありがとうございます。何も心配することない、何も恐れることはない、私だ、そうおっしゃるイエス様がいつも共におられます。私に任せればいいんだ、私だ、そうおっしゃってくださるイエス様に全ての重荷を負いだねして、信頼して安心して、この週もイエス様と共に歩ませてくださるように、一人一人を祝福してください。弱さと痛みの中にある兄弟姉妹たちの上に神様の癒しの技と支えがそこにありますように、どうぞ導いてください。人間関係の中でいろいろ悩んでいる方々の上に、そこに主が介入してくださって、キリストの愛を与えてくださるように導いてください。将来に不安のある方たち、恐れることはない、私に任せようとおっしゃる主イエス様に全てをお委ねして歩むことができるように導いてください。豪華を持たれる役員会の上に、第三礼拝の上に、また今週持たれる全ての集会、3日には星野富弘美術館にバスツアーに行きますけれども、良き時を持ち、またその星野富弘さんの信仰を通しても学ぶ時が与えられますように導き助けてください。来週の日曜日は岩渕勲兄弟が講談を守ってくださいます。神様はどうぞ兄弟の準備を祝し、阿波大教会にふさわしい御言葉が備えられますように。この小さきものは奈良清和教会の創立30周年の号に行きますけれども、その号を守ってください。また次の週は中谷新学生がこの講談を守ってくださいます。3年生として学んでいますが、その新学生の学び、祝し、また礼拝の準備を祝し、この阿波大教会にふさわしい御言葉が備えられ語られますように。このものは小倉などれん教会の創立60周年の記念の集会のために出かけてまいりますが、土曜日の伝道集会と日曜日の集会が祝福されるように、皆さんに祈っていただくことができるようにどうぞ助けてください。お一人お一人の明日からのそれぞれの働きと学びと生活の中に、いつも変わらないイエス様が共におられて、一人一人を支え導いてください。今日いろんな事情でお仕事のために、岩さんのために礼拝においでない方々も、そのところを礼拝の場所として主と共に過ごすことができたことを信じます。御心ならばこの第三礼拝にも導いてくださるように、こうして時間と財を捧げて礼拝を守るために集われました一人一人に主が目を留めて、一人一人を恵み祝福してくださるように、ただいまから聖餐式の恵みに預かりますが、どうぞこの聖餐式を祝し、イエス様が私のために流してくださった血を、私のために苦しんでくださったその体を覚えて、
信仰を持って受け止める時とさせてくださるように感謝し、これらの祈り尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。で、ただから聖餐式を行いますので、少しお待ちください。小学生の人たち、これ読んで。このまま着ようと思いましたが、暑いのですいません、脱がしていただきます。ただいまから聖餐式を執り行います。聖餐式はイエス・キリストを救い主と信じて洗礼の恵みに預かった方々に与えられる聖霊典の一つです。まだ洗礼を受けておられない方々と差別区別するものではありません。で、一日も早く何の心配もいらない、信頼してイエス様を信じて洗礼の恵みに預かってこの聖餐式の恵みに加わっていただきたいと思います。どの教会で洗礼を受けられても構いません。クリスチャンの方は聖餐式を受けることができます。聖典後、主は御自らこの聖餐を定められました。その弟子たちに主の裂かれた体と流された血の象徴であるパンとブドウ酒に預かるよう命じられました。これは主の食卓です。この聖餐は主の弟子たちのためのものです。誠に悔い改めて己が罪を捨て、キリストを信じて救われた者はすべて主の食卓に近づき、パンとブドウ酒に預かり、あなた方の霊魂の慰めと喜びのため信仰を持ってイエス・キリストの命に預かりましょう。私たちはそれが私たちの主の受難と死の記念であるとともに、主が再び来られることの印であることを覚えましょう。また主の一つの食卓において私たちは一つであることを忘れないようにしましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、10月の1日最初の日、世界聖餐日の日でもあります。日本、世界中の教会でクリスチャンに聖餐式の恵みが与えられていることを感謝いたします。私たちの教会においてもこうして主が制定された聖餐の恵みに預かることのできる恵みを感謝いたします。どうかイエス様が私たちの罪のために尊い血を流してくださったこと、その命を捧げてくださったことを覚え、それが私の罪のためであり、それが罪の許しとなり、私たちに永遠の命を与える恵みであることを心から感謝いたします。イエス様が最後の晩餐の夜、弟子たちにこのパンを取って食べなさい、これが私の体であるとおっしゃったように、また杯を同じようにして、これは私があなた方のために流す契約の血であるとおっしゃったように、私たちはパンとブドウ酒をいただけますことを本当にありがとうございます。一人一人が神の恵みに生かされていること、神様に愛されていることをこの聖餐式を通して感じさせてください。また洗礼の恵みに預かっておられない方々は、もう一日も早くイエス様を信じて何の恐れもない主に委ねて、洗礼の恵みに預かってこの聖餐式の恵みに加わってくださるように心から願います。クリスチャンであって今日のこの聖餐式に出席できない方々を覚えますけれども、一人一人の上にも主が望んでくださって祝福をお与えくださるように、今からの時を豊かに祝福してください。主に期待して主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。あなたのために裂かれた私たちの主イエスキリストの体は、あなたを責められないものとして守り、永遠の地に至らせるようキリストはあなたのために死なれたことを覚え、思って食べなさい。
として守り、永遠の命に至らせるように、キリストの血はあなたのために流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受けなさい。重荷を負うて苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。もし罪を犯すものがあれば、父の身元には私たちのために助け主、すなわち義なるイエス・キリストがおられる。彼は私たちの罪のための贖いの供え物である。主の恵み深きことを味わい知れ。私たちのために栄えた主イエス・キリスト様の体を覚え、感謝を持って信仰を持ってお祈りいただきましょう。私たちのために流されたイエス・キリスト様の血を覚え、感謝を持って信仰を持ってお祈りいただきましょう。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、10月の1日の主日、世界聖賛美のこの日、主が最後の晩餐で制定された聖晩餐の恵みにこのようにして預かることのできる恵みを感謝いたします。イエス・キリスト様が神であるお方が、私たちの罪を許すために、清めるために、十字架で尊い血を流し、命をもって私たちを救ってくださったことを心から感謝いたします。神様の愛に満たされて、この月も歩ましてくださるように、声を安かれ、何時の罪許されたいと、あなたの流された血と栄えた肉において、全ての罪が許されました、そのように宣言してくださることを感謝いたします。この恵みに立ち続けさせてください。またまだ洗礼を受け入れていない方々も、どうぞご自分の罪を素直に認めて、その罪のために死にがさったイエス様を信じて、聖霊の恵みに預かることができるように導いてください。そして一日も早くこの聖餐の恵みに加えられて、一緒に恵みを体験できるように導いてください。どうぞ私たちますます主に強められて、私たちキリストの愛に押し出されて、私たちがキリストの目となり、口となり、足となり、手となって、私たちが愛の実践をできますように、私たちを強めてください。と
参加できなかった方々の上にも主の祝福が豊かに注がれますように、この恵みを心から感謝し、尊き主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、ね。これを見て生産してください。それではご一緒に新聖歌の336番を賛美いたしましょう。本日の献金奉仕は、なぎら姉妹、川島姉妹、安岡姉妹になります。献金はクリスチャンが感謝の印として行うものでございます。ご用意のない方は
そのまま飛ばしていただいて結構でございます。感謝の祈りを泣き出し前にお願いいたします。お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今日もこうして健康を与えられ、10月最初の礼拝に出席することができて感謝いたします。どんな時でも神様が私たちを支えてくださっていることを今日も江上先生を通して語っていただき感謝いたします。どうぞいろんなことがある10月ですけれども、私たちがそれぞれ目的を持って進めることができるように助けてください。いつも与えてくださっています神様からの恵みを今日もお返しいたしました。どうぞ神様のご用のためにお伝えください。尊きイエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。続いて正英新世歌63番を賛美いたします。その後江上先生に祝祷をしていただきます。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい御交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんこと。アーメン。アーメン。お座りください。祝福のお祈りをしたいと思います。10月の最初の日曜日です。今日おいでになっている方々、皆さんの中で10月に誕生日を迎える方々、クリスチャンでもクリスチャンでなくても10月に誕生日を迎える方々、あるいは10月に洗礼の記念日を迎える方々、結婚記念日、あるいはその他の記念日を迎える方々がおられましたら、お立ちになられる方は立っていただいていいでしょうか。